皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、停滞している先生必見、不便さこそ新しいサービスを生み出す金の卵というお話をしてみたいと思います。停滞している先生がですね、売り上げとか何か新しい方面に打開をするときっていうのは、やはり今までやってないことに、チャレンジをするっていうのも一つ大きな転換の手になります。でその時に、何から手をつけたらいいのかっていうことなんですけれども、ご自身のね、教室に来ている生徒さんが不便に感じていることとか、あとはこうなったらいいなっていう、やっぱそこの再調査からねスタートするのがいいなというふうに思っています。おすすめです。ですので、こういったものがいいのかなっていう、自分がやりたい講座からスタートするのではなくてですね、不便に思ってることとか、こんなサービスあったらいいのかなっていうこと、あったらいいなということを中心に作っていくっていうのが、作り方としてはいい企画を生み出すポイントになります。でこのことをね、今日はちょっとお伝えしていきたいなというふうに、私のね実例も含めてお伝えしていきたいというふうに思ってます。ということで、では本題ですね。はい、まずですね、その不便さっていうものが、解消された時の喜びとその後っていう、この2つの局面にね分けて考える必要があります。でまずこの不便さなんですけど、実はちょっと落とし穴があって、不便さを不便と気づいていないケースもあります。はい、ここは啓蒙活動になっちゃう部分なんですけどね。要はもっと便利な状態を体験とか体感してしまうと、もう一回その不便だった状態に戻れなくなるっていうことなんですよ。だから今この世界しか知らないっていうクライアントさん、お客様にこんな未来もあるよっていうのを見せ、体験してもらったら、いやその世界にはもう戻れないよねという状態が作れるのであれば、もうそれは集客的に考えてもそうですし、制約的に考えても万々歳っていう形になります。じゃあ私がね、どういう体験を最近したかっていうと、それをお伝えすると、例えばですね、お風呂、リフォーム、全面リフォームしたんですけどね、お風呂は、一番最初ね、賃貸のアパートだった時、もうすごい古かった、築30年近いかな、多分知らない方はね知らないかもしれないけど、なんか砂壁みたいな、こうキラキラした繊維質なものが入ったような壁ですよ。ビニールクロスとかじゃない。で、お風呂も給湯器とかじゃなくて、内釜式って言って、その給湯するお湯を作る機械が中にあって、浴槽も高いまたぎをしないと入れない据え置き型の浴槽だったんですよ。だから追い炊きっていう機能がなくてですね、毎回ね沸かしてっていう形でやらなくちゃいけないから、そこにさらにまたもう一回ポンって押してまた炊いてっていうことができない状態だ、リモコンでとかね、そういうのもできないっていう、そういうタイプのお風呂だったんですよ。だいぶ昔なんで忘れちゃいましたけどね。でその後新築のマンションを買った時に、追い炊き機能がついているユニットバスみたいな、あったかい、寒くない、タイル壁だったんで、やっぱ冬とか隙間風とかね寒かったりとかしてたのが、ユニットバスって魔法瓶みたいな感じなんで、あったかい、床もタイルじゃないからあんまり冷たくないとかね、追い炊きができる、嬉しいとかね、ピッてやるだけでもう一回お湯にしてくれるみたいな、この機能便利とかね、お湯張りとかもずっと見てなくてよくってね、ピッてやったら自動で止まる、すごい便利、これもう便利さ知っちゃったから、もう一回そっちの据え置き型のお風呂に入るなんてもうできない感じですよ。で追い炊きのお風呂に慣れました。さてその次です
今度は、もう一回全面リフォームをして、もう一回新しいグレードが高いタイプの、お風呂を選びました。でそうすると浴槽とかのまたぎもちょっと低くなって、またぎやすくなって、であとお風呂のね、風呂桶っていうか、それももっとねお掃除がしやすくって、幅も少し広がったもので、あとは床とかもぬめりがね少ないような、カラリ床だったかな、乾きやすい床とか、まあいろいろなこう設備がグレードアップされたんですよ。でお風呂のね蓋とかもなんか2枚で分かれている蓋、ポンポンって置くだけなんで、蛇腹式じゃないので水垢が溜まりにくいとかね、まあいろいろ、まあ要は皆さんが不満に思うことを改善して、そういったお風呂ができていって、でそこのお風呂入りますよね。そうすると前のお風呂と同等レベルのお風呂って、もう一回それをわざわざ家に入れるかって言ったら入れないですよ、わざわざ。例えば小さい話ですけどね、トイレとかも以前もね、ウォシュレットとかはついてたんですけれども、今回はさらにもっとなんだ、きれいにする機能が進んでて、人が出ると自動洗浄って言って、一回また少しこう渦巻き型できれいにしてくれて、で入る時には蓋が自動で上がるみたいなそういうトイレになってたりとかするとですね、まあ、ちょっとこれ若干笑い話なんですけど、どっか違うところに行って、ほぼ似たような品番のスタイル の便器だったから、私上がるものだと思って、なんかこうやって立ってやったら、あ、そっか、ここ自動じゃないんだみたいな感じで自分で手を挙げるとかね、そんなことをしたこともあって、そうすると自動ってやっぱ便利でいいなとかって慣れちゃったりすると、そうじゃないのをもう一回、じゃあそれが壊れたからといって入れますかって言ったら、やっぱりそのグレードをもう一回入れると思うんですよね。なので、まあ、キッチンとかもね、かなり使いやすくなってて、まあ、要は設備の、進化ってすごく早くって、それは全部お客様の声を取り入れながらどん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 進化していったものの、その時に買える、いい、手に入れることができるサービスっていう形で購入をしたわけですよ。ということは要は知ってしまったわけですね。でそれまではそれをそんなに不便って感じてなかったものも入ってます、入ってるんだけど、便利だからその時に気づいちゃって、あ、これ便利なんだ、いいなって思ったら戻れないっていうことになります。さて、じゃあこれを教室業の方に置き換えていくとどういうことになるかっていうと、まずお客様、生徒さんはそれが今の自分が不便であるっていうことを知らないタイプの人と、今の自分はすでに不便だっていうのを知ってるタイプの人、二通りいます。まあ、いわゆる潜在顧客って言われている人と顕在顧客って言われている人、二タイプいるんですよ。だからその人たちに合わせた悩みの度合いとかも違くって、顕在顧客、要は悩みが分かっちゃってる人は、悩みにピンポイントに沿った講座があればドンピシャで買ってくれます。で悩みを自分が自覚していない場合には、こんなことがあるともっと生活良くなるよって言って体験させないと喜び感が分からないっていう、だから全く提供するサービスの質と種類が違うんですよね。もちろん同じもので、こちらの人にはそういう見せ方をして、こちら側の人にはこういう見せ方をするっていうことで、同じサービスの見せ方を変えるってやり方はあるんですけれども、基本よく分かってない人にそのサービスの実態と良さを分からせるっていうのは、体感しない限りはなかなか難しいんです。だから体験会とか必要になっちゃうんですけどね。でポイントは、その体験した後に前の世界に戻りたくないっていうぐらい素敵な体験ができてるかどうかなんですよ。だからそれはもともと今困ってる人が体感した方が喜び感強いです、今すぐに解消したいから。でそうではなく、自分では自覚してなかったけど、あ、本当はそこって大事だったんだっていう、この啓蒙活動は割と SNS とかがね得意なんですけれども、まあ、このあたりっていうのは、例えば歯医者とかに行って虫歯を見てもらうのに行ったら、ここにも痛くないかもしれないけど、あと2個虫歯あるんでついでに直しておきますかとか言われる、あの感じにちょっと似てるイメージですね。
はい、ですから一つ理解してほしいのは、人は一度便利な状態とかいい状態を知ってしまうと、まあ、よほどのことがない限りわざわざ悪いものを選びに行かないということです。もちろんお金の予算の問題とかね、そういうのもあればそういうことになっちゃうかもしれないですけれども、その内容をちゃんと提供できているかっていうのが結構ポイントとして高いかもしれません。はい、ですので現状をちょっと行き詰まってるなっていう方は、もう一度その2つに分けてですね、お客様の種類、要は潜在顧客と呼ばれる悩みがすでに分かっていて、こんなのやったら喜ぶよねっていうようなタイプの商品と、あとその本人は自覚してないんだけど、それを見せて体験させたらもう離れられないって思えるような商品を用意してみて、まあそれでリリース販売してみるっていうことをした時に、まあ、市場がどう反応するかっていうね、そんな感じになります。ですから不便さっていうのをどういう視点からキャッチできるか、そのお客様の状態と、お客様の、環境をどれだけ想像して、サービスを作っていくことができるのかっていうのがポイントになりますので、2つのね、カテゴリーに分かれて探してみ、分か、分けて探してみるっていうのもご提案したい内容です。はい、そうしましたら本日のまとめです。停滞している先生必見、不便さこそ新しいサービスを生み出す金の卵ということについてですが、まず、お客様、未来のお客様の不便さを、その方の身になって探してみる。で、その時に注意しなくてはいけないのが、すでに不便さを分かっている人と分かってない人に分けてサービスの提供の仕方を考えるっていう点でした。はい、ぜひ、気をつけてやってみてください。それでは。